こんばんは、平井弘明です。栃木県のロイヤルメドさんのところでアプローチの撮影させていただいたんですけども、取り忘れがありました。硬いライト、ペタペタなぐちゃぐちゃのライですね。それちょっとやってなかった。アプローチで多分最もにふさわしい大事なことだと思います。ちょっと今日打席になっちゃうんですけど、できる範囲でちょっとやりたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。練習場とかで硬いライってこういうところだと打ったら怒られちゃうんで良くないんで、アイアンのマットよりもスタンスマットとかこういう踏んであるところが硬いんですよ。こういう硬いところを使ってうまくこうボールを拾えたらできている証拠なんですけど、例えば硬いライってバウンスが弾かれたりするんですよ。こういつもみたいにポンって打つとこうやってバウンス弾かれて今高く上がりましたね。マットの上からバウンス弾かれると球が高く上がって飛びます。今の力感でいい入りをするとこうやって飛ばないんですよ。で、あの高さが出る。何気なく打ってますけど、うまいっすね。ああいう風に打ってあげた方がいいんですけども、今のどうやって打ってるかって言ったらこうやって打ってるんですよ。こうやって手は戻すんですけど、クラブヘッドはまっすぐこうやって五角形をキープしてこうやって打ってるんですよ。こうやって五角形をキープしてこういう感じですね。こうやってこれ100点。硬いライをバウンスが弾かれないように打つのは、今重々で肘張ってます。打っていただきたい肘は8割伸ばしの6割伸ばしです。完璧。あれめちゃくちゃいいですね。で、アドレスでちょっと左肘曲げて、こっちはそれよりももうちょっと曲げた状態を、絶対この両手首の角度と両肘の角度を変えないでフォローまで取ってあげるんですよ。そうするとなんでうまく打てるかっていうと、歯が出ないんですよ。ウエッジの歯出しますよ。こうやってトップしちゃうんですよ。そうするとパンって飛ぶんで、歯をこうやって勢いよく出さない、体のゆっくりな回転スピードのこう速度でしか歯を出さないんでトップしないですよ。こうやって薄く入れても、それを手元ゆるゆるしてこうやって打っちゃったらトップが出るんですよ。なんでそのトップを出さないように回転スピードと同じスピードでクラブヘッドを動かす。こうやって完璧。あれめちゃくちゃいいですね。そう、あのスピードがすっごい大事。こういうあの柔らかいところだったら全然普通にこうバンって打ってもトップって出ないんですけど、こういう硬いところは本当にこのバウンスが弾かれるんで、これはもう一番硬いライでやっちゃいけない、弾かれちゃうことは。で、これバウンス14とかだったらもう知らない。もう知らない。こうやって構えてください。こうやってじゃないとバウンス弾かれるから。これ8度だから打てるけど、俺多分10度か12度だったら今の絶対打てない。あ、クラブによって変わるから、バウンス角によって。8度だったらハンドレイトでも打てるよ多分。こうやってほら、そう、全然打てる。今の12度とかだったら多分グリーン近くまで行ってる、50ヤード、うん、それぐらい弾かれて飛んじゃう。だからこうボールのところにこうやってやっぱちょうどに入れたいんだよね。でもそれって難しいから、ヘッドをこうやってピッて入り込ませないでこうやってスライドしてくる感じなんだよね。こういうふうに、そう、その時にヘッドを走らしちゃいけないから、肘の角度変えないで体のゆっくりな回転で、同じヘッドが体の回転と同じスピードで動くからパンってボールも飛ばないし、ちゃんとこうここのボールの角度が変わんなければここに戻ってこれるじゃない。こうやってそう飛ばないんだよね。そう、そう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 、底辺をちょっと広めに、うん、長くするイメージ。硬いのはそうだな。でイメージはね、もう本当ね、こう
こういう感じなんだね。こうやってこういう感じこういうここでもこういう感じなんだね。うん、でヘッドを強くこうバンって使わないようにしてる。スピードを変えない。こうやってちょっと弾かれたけど、まあでも全然飛距離は一緒だからね。ああいう打ち方はしてあげた方がいいですね。あとは春とか秋の終わりぐらいになってくると芝生が茶色くなって柔らかくなってきて、雨降った後だとペタって寝るんだよね。そういうとこはそもそもグラウンドが柔らかいとボールは飛ばない。バンカーもそうなんだけど、硬いバンカーの方が距離は出しやすいから、閉まってる方が。白いサラサラの柔らかいバンカーの方が距離は出しづらいのね。とにかく下が柔らかい方が距離は出ないから、だからちゃっくりじゃないんだけど下がこうぬかるってる場合にはざっくりしやすいし距離も出しづらいんで、そういうところは多少やっぱり下に入り込むことがこうやっぱしちゃいけないんだよね、ヘッドが。だからバンスを逆に使ってあげた方がいい。ここの角度をこれを使ってあげる。これがバンスが効いてないじゃない、こっち引っ込んじゃってるじゃない。こうやってやるとここ角になってくるじゃん、三角形に。これバンス効いてるって言うんだけど、こういう状態を使ってあげる。そうだから若干開いてあげるか、若干ハンドレート気味で左脇を締めるのがポイント、ざっくりさせないために。でこういう構えをして拾ってあげる。こうやってこれはね、先天これはやばい。今のはここ視点にしてこうやって打っただけ。こうやって打っただけ。そう、こことここを2つ視点にしてるようなイメージ。これも完璧。これはねポイントはアドレスの形のままノーコックで上げるんだけど、そうするとこうやって結局はこうやってノーコックだけど上がるじゃない、うん、そうじゃないの。もうこのまんま多分今2球打ったじゃない、先点を。それね見えてないかもしれないけどバックスイングこうやって上げてるのね。そうちょっと上手すぎて見えてないんだけど、それぐらいのイメージ。このまんまの高さで横移動する。で横移動したら視点がここに移動したでしょ、こっからこうやって打った。あ、いいですね。そうこう、これはいい。そうするとハンドファーストじゃないじゃない、ハンドレートになってるでしょ。だからハンドレートになったらバンス出てくるじゃない。それでこっちを視点にしてこうやって動いてるでしょ、だから余計バンスが出るじゃん。だからこうやって潜らないでこうやってボールの下にバンスを効かせて滑ってくれる。これダメだな、サロンだな もう一回やるよ。左脇締める、グリップ通常で右振りで、ハンドファーストなるべくしないで若干フェース開く。間違いない、ごちそうさまです最後のは多分やばい本当に100点。 あれができてくるとライが柔らかい方の悪いライはもう難なく打てて、そっからチュッチュッやってきたのぐらいスピン入るから。あ、そうなんだ、うん、溝を90度垂直に使ってるから、はいはい、斜めじゃなくて、うん、それバンスがさ効いてるとさ、うん、滑ってくる。そうなんかとんがってるからさ、うん、船と同じ。あ、そうそう、ここがこうなってるじゃない、うん、だからこうやって入っていかないんだよね。ずっとこうやって上に行きたくなる。こうやってこうツル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 って。そうだから多分これがうまく人間にもできれば水の上歩けるそう、これがこうなってると、うん、ここが受けになるじゃない、うん、だから入っていかないの下に。あ、
そうなんだ。そう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 、これがこうなると、うん、こっちの刃が出ちゃうじゃない、リーディングエッジが。あ、だからそうだ、だから入ってっちゃう。そう、これバンカーも同じ。へ、うん、だから柔らかいバンカーほど単純な話下に潜りやすいじゃない、うん、だから潜らないようにするにはこのバンスを使ってあげる。そうだから超マスターズみたいなバンカーだったら乾いててサラサラな時はバンス12とかだったら多分優しく出ると思う。だけど変えらんないじゃない途中で、プロなんか、うん、そういう場合は開いてバンスを出してあげる。でヘアウェイとか硬いアプローチなんかはもともとバンスがないやつだから普通に構えても弾かれない。そうだから俺は打ち方もあるんだけどあんまりハイバンスはおすすめしない。そうだから柔らかいライはねそうやって使ってあげた方がいい。そんなに理科得意だったんだっけこれはね、これはそうそうなんだよね。だけどこれはね考えてない、当たってるかどうかを感じてるだけなの。俺はインパクト素晴らしいじゃないだからごめんなさい、理科とかはできないの鉛筆持ったらダメなの。ダメなの、ダメなの本当に。これ言っていいのかな、中学5教科だったでしょ、5教科で100点いかないんだからこれはダメだ、これはサロンだ。サロンじゃないよ別に、それは誰も知りたくないよそんなの。そっか、サロンじゃないよ別にそんなのでもプロゴルファーにはなれる。あ、まあ、そうだあれ筆記ないの、筆記、うん、あの TP はない、トーナメントプレイヤーはない。あ、ないんだ、ない。よかったね。講習会はあるけど。あ、講習会ある。そう、ちゃんと出てればいいのこうやって、うん、だからそのキャビンアテンダントさんが来て、うん、マナーとかそういうのやるの、うん、大学の教授とか来て体の作り方とかそういうのやる。朝記事あるじゃん、朝、うん、朝をハンカチーフに入れるときはあなたに決めてきましたっていうプロポーズの時にしなさいって。そう、そう、そうやって習った、あれでもそんな、なんかちゃんと座って人の話聞けんの一応ね、ゴルフはね。あ、ゴルフは、うん、ギリギリ。そう、みんなだってちゃんとやってんだもんそう、でも5日間だよ、都内に通う、虎ノ門に。月金を5日間通うで、講習受けて晴れて最終日にライセンスカードをもらってプロですよっていう。そう、大金振り込んでね、入会金をね。どこ行っちゃったんだろうなあれそうだから、そういう数字とか勉強になっちゃうとこんがらがっちゃうんだけど、自分でそう手で感じたものっていうのはなんかね、できるの。なんで説明できるわけ。そう、説明できる。そう、素直に感じたものを言うだけだから。そうだから、例えばこれこのままこうやってハンドファーストにしてこうやって打ったらバンスが当たってないから抵抗が強いのよ。ああ、それは分かんない。分かる悪い分かるの。そうだけど、こうやってやってこうやって打ったら入っていかないから滑るのよ。理論上さ、ドンって当たったら減速するんだけど、加速してるように感じるの、いつもが減速だから。そう、要はアイアンとかでこうやって打つとリーディングエッジが先来るからターフ取れるとかさ、下に入り込んだりするじゃん。だから減速してるのが当たり前のショットを多く打ってるじゃない。だからバンスが当たって速度が変わんないと加速してるように感じるの。これ遅くなんないみたいな。そうだから、加速してないんだけどつるんって滑ってるような感覚になった人はバンス使えてる証拠です。ここまで言うのすごいでしょ、理科できないのに。そうだねそう、そういうのがある。特にこういう硬いところでやると余計わかる。これだと減速してるからいつもの感覚だから違和感ないのよ。だけどこうやって開いてこうやってやるとつるんって滑るのよ、ダンって。そう、それはバンス使えてます。それがベアグランドとか天然芝じゃないところ、こう人工芝でも判断できるポイントです。これ多分世界宇宙初でしょ、言ったの。わかんないそう、こういう硬いライとか柔らかいライをそういえば取ってなかったなと思って、まあ、そうお客様の声もあったんだけど、打席でできる範囲のことで今回ちょっと取っていきました。これちょっと参考に、あの練習場でぜひやっていただければと思いますんで、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと待って、5教科で100点いかないってことは20点いかないってこと？
ああもうまた10代に戻っちゃうのか十何点しか取れないと。でも全力だったよでも名誉のために俺からちょっと一つ言っとくと、うん、そんな点数でもあれだもんね、うん、英語喋れるからねねハロー英語、本当に喋れるからね。英語は、まあ、言ってたからね、うん、まあね、まあね、うん、そうなんで自分が必要だと思ったものはすごい能力を発揮するバカなんです学校の勉強とか言えないけど喋る。そっか、そう、あの生きていこうと思ってアメリカで、そう、その時はね、そう、電話以外はなんとなく行けました。あ、電話難しいんだ。電話難しかったな。もうだからサブウェイ俺大好きだったんだけど、サブウェイとかはうん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 ってちゃんと顔見て口見てちゃんと聞いてたからそう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 。なんでまああのぜひまたパームスプリングス行きたいんで、行かれる方いましたら連れてってください。トール君と一緒に行きますんでよろしくお願いいたします。旅ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。